トゲトです。ダウス。ダウスはダメだろ、さすがに。その頭でダウスは誰だかわかんないよ。どうも、くまちゃんです。俺、中学校の頃に戻った気分になっちゃう。そう、ツイッターにさ、中学時代の写真載っけてたけど、俺これだったの。それだから、今さ、ヒゲがあるじゃん。ちょっと、おっぱピーが出ちゃった。いや、画面越しに伝わってないと思うから。皆さん、チョンコマの夏は終わりません。いや、いつまで言ってんだよ。11月後半だよ、もう。そういうの終わりですとか言ってきながら、はい、やりたいことが思いついちゃうんでやってしまうんです。はい、あ、温水プールで。そうなんですか、温水でございます。はい、プールで、よいしょ、素潜りで撮ったやつ、はい、相手に食べさせ合う大食い対決、はい、水深5メートル、よいしょ、はい、あ、こちらのプール、はい、2泊3日生活した時に使ったプールなんですけど、水深こちら5メートルあります。めっちゃ深いです、怖いです。ここに、はい、素潜りで潜って下に紙が書いてある、まあ、袋が入ってるんです。その紙に書いてあるものを相手に食べさせることができます、はい、その書いてあるものをね、キョンコマお決まりの大食い対決、はい、最初にやっていきます。水深5メートル潜る際は経験者か資格を持っている方しか潜ってはいけません。本当に自分は大丈夫だと思ってても頭が痛くなったりとか、あの途中で体が動かなくなっちゃったりとかするんで、マジで5メートルのプールは経験者ないと潜っちゃダメです。僕はそういうのを勉強したり練習したことがあるので潜れます。だから真似しないでください、本当に危険です。という感じで5メートルのプール潜るんですか。もちろんクマ君は潜れません。潜れません。なのでまた釣りでやってもらいたいと思います。今回はいっぱいついても1個しか感動しないことです。 OK、はい、です。まあお互い1個ずつです。その代わりなんかゲームマスターから言うのが、はい、重いものが今回は、あ、不思議不思議が、はい、もう半端ないです。すぐお腹いっぱいになるかもしれないですけど、はい、まあ体力に限界があるので潜って取っていきましょう。あ、やっべ、うわっ、思ったより寒い。あーうるせえ。はい、OK、入った、行きます。早いな、今回。かかった、早いな、かかった。はい、久しぶりで怖えな。いきます。待って来ました。早っ、沈むの早っ。よしよしよし、ゲットゲットゲット。ここで俺が取ったやつがクマに取ります。クマのやつが俺に取ります。はい、じゃあ、タイムオープンです。どうぞ、はい、せーの、ラーメン。うわ、丼物。うわ、ラーメンがよかった。丼物ってざっくりしすぎじゃない、うん、今日の丼物メニューは牛丼です。大満牛丼、きっついぜこれ。すごい、待って待って、これチンしてないっしょ絶対。ちょっと時間の関係上温めはできてないです。やばくないそれ。ラーメンいきます。重いな。8分でいきます。はい、いきます。用意スタート。うわぁ、うん、冷たい。米がチガチなんだけど。1分経過です。待って、これ信じられないぐらいきつい。鼓動すげえな、寂しくなんだ、止まってねえんだよ。行きました。はや、完食です。冷たいラーメン。はい、フンタオッケーですね。どうぞ。でもね、驚きの事実、ピンのおかげで全然きつくない。あ、そうや、違う。全然きつくない、びっくりするよ、俺ってさ、全然ってよくやるよね。最近さ、自分の口癖勝手に自分で見つかっちゃうんだよ。俺は動画の間にバーンって入っちゃうんだよ。だいたい切ってるけど。あ、言う。クマが棒線で引っ張って喋った時、めちゃくちゃ使いづらいの。わかる、使いづらいんだ、大きい。納豆を食べるっていう時に、納豆を食べたいと思いますって言うじゃん。超使いづらい。その前に、その5分半過ぎてますね、うん、もう、いやでもそいつ硬かった。いやちょっとこれ盛り上がってくるぞ。でもはい、OK です。よし、普段の倍顎使った。何ですか、アゴキングってこと。うん、うん、あ、ブリッチャンドさん、100万人おめでとうございます。ブリッチャンドさん行ったの今日。行ってるよ。おめでとうございます。おめでとうございます。次の対決、さあ
おお、うん、よし、じゃあちょっと行きます。行きましょう。アメリカンドッグ多いな。3つ全て食べさせられます。少ない。すごいね。で、量は全部少ないよ。片やお前おにぎりだよ。ね、当たりってこと。はい、じゃ今から8分間ですね。はい、行きます。フランクフルト、レディーゴー。いただきます、うん、すごい見事に冷めてるこのフランクフルト。これいつも通りの量具合悪くなるわ。いや、はい、OK。 どんどんクリア。どんどん行こうぜ。 あと2つ。それやばいね。それマジやばくない？それマジやばくない？トラ君残り2分半です。残った。頑張れ頑張れ。負けんな負けんな。くま、おお、焼き鳥屋さんみたいだね。関係ねえだろ。いや、揺れやで。これ丸込みの焼き鳥屋さん。2個釣れた。どうした？まあ、2個釣り上げる場合もどちらか。はい、ちょっとここから打っていいですか？心臓、心臓、心臓。こっち、こっちお願いします。はい、やっぱ冷たいよ。まだまだやろうぜ。この中で一番重いのに大事やつける。いきます。マウンステイ。あ、やばい、呼吸室に行くとこだった。マウンドスチールのせいで。来ました。そうなの、あえて拾わせてもらった。熊五郎に食べていただくのは、え、最悪じゃん。サンドイッチかよ。肉まん、あんまん。何個か食べさせるシリーズやめて。サンドイッチいただきます。はい、肉まんからいただきます。はい、はい、パコいただきます。うん、普通にパラッパラ引きそうっす、僕。あ、でも無理だ。うわ、顔、何顔、酸っぱいな。お腹いっぱいでこれ以上食うなっていう時に美味しくないから。はえよお前、そんでどんだけ余力あんだよ。リブ、あの、時間いっぱいまで頑張って食ったら俺後々出しちゃうと思うから。めっちゃリブで。難しいと思った時点でリバックはありです。すいませんでした。どうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。